はい、田中球児です。今回はですね、HVK のね、まあ解説動画を撮る途中でランクマッチやってたんですよ。で、そのランクマッチでね、なんとね、VT オイルが4回出たね、とてもやばい試合があって、しかも、すごいギリギリでね、ドミネーションで勝てて、めっちゃ GG だったんでね、単独で動画化していきたいと思います。はい。まあそれ以外にもぶっちゃけると HVK のね調子っていうかね、エイムの調子がね、ほんと最初悪くて、これ動画化できねえなって感じで黙ってたらいい試合になったんでね。まあ予想外って感じでね、まあそういうなんて動画化要素もあるんですけど、はい。まあそれは置いといてね。じゃあね、早速ね、まあ皆さん HVK、まあ暴れてるっていうか、ロボットがぶっちゃけ暴れる試合なんですけど、まあ見てってください。はい、どうぞ。で、モードはね、さっき言った通りドミネーションで、マップはファイアリングレンジっすね。このマップってさ、なんかさ、神試合多くなること多くない？逆にクソ試合も多くなること多いわ。多分ね、全局が唯一このマップのみね、すっげえやりやすいんだよね。だからすっごいひっくり返されるし、すっごいひっくり返するっていうのがね、ファイアリングレンジの、まあいいとこじゃないかな。うん。まあ俺は正直ここのドミネーションね、ひっくり返される印象が強いから、そこまで好きじゃねえんだけどな。まあ勝てると神マップ。負けるとクソマップってのは COD モバイルプレイヤーの 90% の、ね、意見なんでね。で、ここでね、HVK 負けちゃったんだよね。ちなみに大体の武器動画は連続で2回ぐらいね、萎える負け方すると田中球児の心が折れて喋るのをやめて没動画になります。はい。で、同じことやるんですよ。ここね、ほんとね、ドミネーションで取ること重要だしね。まあ、ハーポでも重要なんですけど。で、ここで見て、とんでもないクソエムじゃん、これ。で、このクソエイムで絶望して、ここで喋るのをやめるんだよね。で、なんかね、喋るのをやめると、やっぱね、その、打ち合いに集中できるから、エイムも良くなって勝ち始めるってね、まあ、よくあるパターンなんですよ、今回も。で、こんな感じでさ、敵追っていくじゃんで、いや、なんかね、いきなりエイムがね、まあまあ良くなってくんだよね。ほら。まあ、これも負けちゃったけど、そんなエイム悪くないしさ、何なんだろうね、やっぱ、喋るってのに相当集中いってると思うんだよな、俺の場合、そんなマルチタスク、むしろ俺、下手な部類だから、いやどうしかたない感じがする。で、HVK、やっぱ、こう見ると、まあ、そこそこ強いっすね、やっぱね、そんな強くないけど、その、めっちゃ強いわけじゃないけど、そこそこ強いって感じですね、まあ、普通って感じじゃないですか、はい。で、田中球児選手、ここの車の敵を抜いていくと、めっちゃカクつくんだよな、この試合、ほら。なんかちょっとカクついてんだよね。最近なんかコットモバイルカクついてるから、ワンちゃん iPad の寿命接通があるね。で、これで、うおーやばくないマジで最近。グラビティスパイクマジでやばいよな。本当に回るよな、マジで。グラビティスパイクでグラビティスパイク回るとか地獄の戦場だからな、今な。ま、これはね、ウォーマシンとかスパローにはなかった現象だと思う。うん。周りが早かったけど、スパローも。で、話戻るけど、ここで結構諦めてんで、俺も。これ負けたわ、みたいな感じで。まあ、キルでよかったら、まあいいでしょ、みたいな感じでね。動画がどうせされねえし。キルで大事ね、みたいな感じで、ある程度立ち回ってる。はい。で、ここで P 取れたから、これ割っちゃ勝てんじゃねえと思ってんだよね。で、俺が気にしてることはね、もう VT オイルだけね。VT オイルをね、どうやって、ほら、もう見て。天空見てね、125ポイントはね、ねえかなって感じで見回ってるしな。やっぱこの距離勝てるって、まあ、中距離やっぱ HVK 強いな。で、ここで押し込まれると、ほんとドミネ地獄なんだよな。ファイアリングレンジはね、ほんと押し込まれたら負け、マジで、リスに。で、これで、ここ今見るとクソエイムだね。まあ、2人目だから、まあ仕方ないとして。で、ここの地獄のリスなんだよな。ほんと地獄のリスだよね、ここ。ここ多分一生変わんなそうだよな。でも VTOL 出したいから、敵目の前にいるのにもかかわらず上を見てね、UAV 落として、ここで微妙になんで落とすんだよ。UAV っていうね、謎のね、逆ギレしてるわ。で、これでこの上出てるからもう諦めて多分、そうだね、このまま A 行くね。うん。この上まで登れないようにしてほしいや、マジでドミネーション限定で。あそこいられるともう無理でしょ、逆転するの。もう B 行くの無理だから A 行かざるを得ないんじゃん。で、A ってさ、一本通路だからめっちゃ待たれて負けるっていうね。で、もうこれほらもう、もう正直ここ A ね、まあ、守れたらいいかなぐらいで、めっちゃけ C とか B 行く気ないんだよね。で、ここで神リスな。ファイアリングレンジのね、リスは本当によくわかんない、マジで。とりあえず押し込めすぎると逆側に湧くから気をつけた方がいいんだろうね。本当に固められたの無理だね。すごいよな。ドミネーションだけど、もう終盤も後半 A しか取り合ってないし。で、ラウンド的にはね、後半に行くんだけど、まあ、ここら辺でもう、正直、相手 VT オイル溜まってんじゃねえかなって、すごい嫌な気合するんだよね。で、俺は絶対ドミネーションファイアリングレンジは B とか A 取りに行かない。まあ、
ここを取りに行くよね。長屋って言うんだっけ、ここわかんないけど、この要はこの左側をね取りに行くね。ここ取らないとほんと地獄だからね、マジで。ここである意味 D 拠点とね思っていいぐらいファイアリングレンジが重要なんだよな。でここからこうやっていくっていう感じで、でこれ A 取れるんじゃねみたいな感じで A 攻める気満々。ファイアリングレンジってね正直 B より A とかなんか B とか、まあ、B 狙ういくっていうのは絶対大事な部分なんだけど、 C 潰しに行ってもいいっていうのがファイアリングレンジのいいとこだよね。だって待って、やばいなここ。マジやべえな。 VTO より取りたすぎだろマジで。でやってえの。結果的に赤点で釣ったみたいになってるのがウケんな、これ。で、これで C 拠点潰しに行くんだよね、もう。これもう正直、あのね、勝敗よりもポイント欲しすぎてしょうがなかった、これ。外役プレイヤー田中球児。まあ、ここで C 取っても怒られないだろうぐらいの思惑はあったけどね、考えは。で、ここで C になって、やっべ、俺のせいじゃんってね、めっちゃ焦ってるんだよね。でも焦っているけど、125ポイントは逃さないって感じだね、はい。で、ここで、これ相手 VTO で溜まってんじゃないかなって警戒しつつ、俺も VTO で使いたいなって感じになってる。で、すごい気分が良くなってる。エイムも良くなってるしね。気分が良くなるイコールエイムが良くなる。で、ここで負けて微妙に怒ってない際、VTO でってかね、不屈プラスハードラインの時は別に死んでもいいからね。キルすることが大事。で、ほんと B 拠点ってあれだよな。B 拠点ってこうなると守れないんだよな。結局ここのリズムに押し込まれると負けなんだよね。ここでもう俺負けたと思ってます。どうせ C 取られてこれ負けのムーブでしょみたいな。早く終わって、ってか早く終わるっていうかね、VTOL 出して終わりたいと思ってんだけど、まさかのね、C 守れて、ここ一本つのね、突破できるってね、ちょっとね、意外だったんだよね。で、もうここ見てほしいんだけど、VTOL 出したからってもうあれなんだよね。もう出したすぎてしょうがなくて、ほらもう、もうすぐね、VTOL ね、安全なところで出しに行くっていうね、これ。この瞬間がね、コットモバイルドミネーションでやって楽しいね、負けてて。で、これね、相手がちゃんとね、あれなんだよ、ターレット置いてんだよ。で、ここでね、ちょっと自分で思うんだけど、これ神エイムじゃない？ターレットぶっ壊すっていうね。で、相手対空意識高すぎだろって感じだよね、これ。で、結構微妙に、いや、結構切れてんね、これ。うん。で、もうしょうがねえなって感じで、やけくそロボット出してんだけど、ちなみにこのロボット出してるのが、結果的にチームが勝利に誘った最大の原因になるね。このロボットね、終盤まで生き残るから、本当に。で、VTOL1 個目でしょ、これ。あ、2個目か。俺含めて2個目だね。やばいよな。VTOL 複数プラスハードラインのおかげで、ほんとポンポン出せるさ。あれだよね、ハンターキラードローの上位互換みたいになってるからな。で、アップデートで確か VTOL はね、弱体化したらしいけど、あんま俺は感じてないね、正直。全然強いと思う、今でも。うん。で、VTOL3 機目出んだよね。これ全員不屈プラスハードライン出してると思うよ、全員。味方の VTOL で、これ結構効くんだよね、相手にね。やっぱね、でもね、相手対空意識ほんといいんだよな。マジでそこは羨ましい。対空意識のね、高いチームとね、やるね、ランクマッチめっちゃ楽しいからな。理不尽し少なくなるし。で、対空意識がね、良くなると、あれなんですよね。ロボットに駆られるっていう。あっさり駆られる VTOL4 機目っていうね。あのね、ロボットはね、真っ先に潰した方がいいよ。VTOL 使ってるとき。本当に対空能力高いから。UAV とか VTOL に対して本当にね、すぐ抹殺できるから。ロボットはね、最優先抹殺対象だね。それか、ウォーマシンでぶっ壊してから VTOL 出した方がいいぐらいロボットは本当に強いわ。正直人間に撃つよりも対空してるときはね、割かし楽しいしな、ロボットな。これすごくない？このロボット。どんだけ生存能力あるんだよって感じじゃない？で、ここでね、見てほしいんだけど、ほら、スコア逆転してんだよね。で、これですごいのが、この試合ね、また相手にワンチャン逆転されるんですよ。ほら、やばくないこれ。AB どっちも鳴らされてるんですけど、ロボット無双っていうね、ここまで体力がないロボットがね、無双したことがね、あるだろうか、いやないって感じで、やっぱロボットはね、真っ先に潰した方がいいね。で、これで勝つんだよな、これや。この試合、熱すぎでしょ、マジで。こういうことあるからね、コットモバイル、マジでランクマッチやめれねえよな。ほん本当に、こういう試合ね、50試合に1回あるかないかぐらいだけど、こういう試合に出会えた時にコットモバイル神ゲーってなって、次の試合にボコボコにされて萎えるまでがワンセット。ってことでね、マジでね、ほんとマジこの試合熱かったなぁ、マジで。こういう試合ばっかになったら、コットモバイルマジでね、地上最高のゲームになるんだけどね。でもこれ相手的には最悪だよね。ファイアリングレンジ多分相手から見たらクソゲーム、こっちから見たら GG の典型的試合だしね。絶対相手中盤っていうかね、もう序盤のあたりで勝ち、まあ序盤はきついかな、中盤で勝ちをね多分確信していたと思うしね。
じゃあね、今回こんな感じでランクマッチでね、VTOL が4機出るっていうね、カオスな試合をね、終えていきたいと思います。はい。じゃあ、オツー。